皆さんこんにちは、調布音楽祭エグゼクティブプロデューサーの鈴木正人です。今日は、調布音楽祭の楽しいキッズコンサートをご紹介したいと思います。キッズコンサートは3種類ありまして、バラバラのピアノをですね、組み立てていくというピアノ組み立てコンサートという新企画です。ピアニート公爵という、謎のピアニストがピアニート広告から来日しまして、みんなと一緒に楽しくピアノを組み立てます。叩いて遊ぼう2016、いろんな手作りの打楽器を叩いて遊ぼうという企画です。調布音楽祭ならではの企画で今年でもう4年目になります。そして今年のスペシャルゲストは杉鉄のお二人です。愛と笑いのクラシック、6月26日の日曜日に2公演開催されます。演奏する曲目は当日のお楽しみなんですけれども、剣のずいずいずっころばしとか、犬のおまわりさんの運命とか、アイネクライネ3分クッキングという、一体どんな曲なんでしょうね。さあお楽しみに。